はいどうもこんにちは、ツインです。よかったらチャンネル登録、いいねボタンとコメントもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はドライブをしております。夜間ですね、ちなみに今の時間が深夜1時半ちょうど1時半ぐらいかな深夜1時半の、ドライブです。で、今いるのが岡山市内ですね。倉敷市ではなくて岡山市内の、どこだ、この辺はどこになるのかな、ちょっと詳しい住所僕わからないんですけども、中央病院とかがあるところら辺ですかね。倉敷市の、中央病院があるような感じのところです。はい、で今からバイパスですね、バイパス2号線バイパスに乗っていきます。こんな時間にこんなところにいるかというと、ちょっと、久しぶりにですね、人と会ってました。人というか、まあ、僕のですね、なんだろうね、師匠というとちょっとね、なんか、はい、その方にもちょっとこう逆になんかこう恐縮させてしまう感じかもしれませんけど、まあ、僕がですね、僕のお仕事ね、プラモのお仕事の方でも、ね、まあ、いろいろアップしてますけども、まあ、そのプラモとかガレージキットとかそういう制作代行をしているんですけれども、その仕事を始める、きっかけですね、きっかけとなった方とですね、まあ、ちょっと久しぶりに会ってお話をして、まあ、ちょっと話が弾んでですね、深夜この時間になってしまいました。まあ、ちょっとね、岡山市と倉敷市で、まあ、距離が離れてるんですけれども、まあちょっとね、最近ちょっとずっと忙しくて、まあお互いね忙しくて会えてなかったんですけども、ちょっとこう話す機会なんか会う機会があったので、ちょっと久しぶりに会ってきました。まあまあなんかね、いろいろなんか話してる中でもいろいろあり、まあ、最近のね昨今の情勢というか、まあ仕事の話ももちろんしましたし、いろんな話をしたんですけども、まあなんだろうな、結論というか、まあ別に結論も何もそういう話はなかったんだけども、なんか楽しく今ね仕事ができてるのもまあいいよねみたいなね話を最終的にはしたのかな。まあということでですね、まあ、とりあえず家にね着くまではね、安全運転ねちゃんと帰らないといけないので、ね、安全運転して帰っていこうと思います。で、まあバイパス乗ってですね、この辺がちょうどあれだね、ホテル街ね、いわゆるラブホ街っていうのかな、左右にラブホテルがたくさんあります。僕は使ったことがないんですけどもちろんラブホテル自体は使ったことありますよ、もちろんね、もちろんって言うとちょっとあれだけど、この辺のこの道沿いのラブホテルは使ったことないですねどんなとこなんでしょうね。最近なんかリニューアルされたホテルもあるっぽいですけど、まあ、この辺がねラブホテル内で、まあ若いとは限らないのかな、どうなんだろうね、男女がねこう寄るところなんだと思います。はい、まあ別に僕は今用がないので普通に通り過ぎます。で、話がまだちょっといろんなところに飛ぶんですが、ここがですね70キロ制限の道になります。今見えたかな、看板70って書いてあったの見えましたよね。70キロ制限です。なので、まあ、一般道ですよ、高速道路でもないんだけども、70キロまでは出せる。なので、まあ、ちょっとね70キロ今72、3キロちょっと出てしまってますけども、まあ、割と、まあ、特に夜間は車の通りも少ないので、割となんかね岡山市倉敷市も結構早く着くことができます。距離はね結構あるんだけどね、距離何キロぐらいあるのかな、倉敷市岡山市この今このバイパスね乗って降りるまでで、ね、結構な距離あるんですけど、夜だとまあほぼほぼ70キロ超えたぐらいで走ることができるんで、ほんと早く行けます。まあ、もちろんねスピード出しすぎるとダメですけど、まあ、その70キロ制限の区間があるのはちょっとありがたいですね。で今乗っ
る車はこれアルトなんですけども、もちろん70キロぐらいがですね、もう普通に出ます。何の苦もなく出すことができるので、快適に、むしろ70キロぐらいが割となんかベストな、スピードを出すんだればベストかな。一般道でね、普通に走るんであれば40キロとか、いわゆる制限速、そのよくありがちな40キロ制限の道路とかを、まあ、制限速度40から50ぐらいのスピードで街中を走るのが一番燃費が良かったりするんですけども、まあことこのスピード、まあ、高速道路だとね80キロ90キロとかで出てくるんですけども、まあ、そこまでスピード出してしまうと逆に燃費が悪くなっちゃう感じがあるんだけども、まあ、70キロから80ぐらいの間だと、まあ一番燃費が良くなるような感じはあります。まあちゃんとね測ったわけではないので、感覚的にはね、信号ももちろんバイパスはないので、まあその信号がないのが一番大きかったりするのかな。そこでストップでいちいち止まったり、ね、発進出発したりとかね、そういうのがないので、というわけで、まあ、今見えましたね、地面にも70って書いてありましたね。70キロ制限がね、どこまで進むのかな。倉敷市のちょっと手前までですかね、から岡山市のもうちょっと向こう側まで、僕が乗ったそのバイパス乗ったんですけど、乗ったところ、さっき乗ったところね、乗ったところよりももうちょっと東に行ったところまでが70キロ制限だったと思います。あ、こっから60だね、はい、こっから60制限、60キロ制限変わりました、はい、こっから60です。なのでスピードをちょっと落としていきましょう。まあ、なんだろうな、ちょっと、まあ、ドライブ、今回ドライブ動画なので取り留めもない話をするんですが、最近ね、年を取ったせいもあるし、まあ、時効なので、完全に時効なので言いますけども、制限速度を守ることはなかったわけですね、若い時はね。もうちょっとでもなんだろうな、前へ行きたいみたいな、そのスピードを出したい、スピードを出すのが楽しいみたいな時期が僕にも、まあ、若気の至りであったんですが、そうだな、30代になって結婚して子供が生まれてしばらく経つと、もあまりこうスピードを出しさなくなりましたね。で40を超えたぐらいから、なんか気づいたら制限速度で走るようになってました。まあ、これが普通なのね、普通なのよ、制限速度で走るのが普通だし当たり前にしなきゃいけないんだけども、やっぱりね、若い時はね、やっぱスピード出したくなるよね。でスピード違反でね捕まったことも何回かあるかな。でもそんなにしょっちゅう捕まることはなかったんですけど、だからね、罰金払うのもったいないです。もったいないですかね。その点数はね、まあ別に何だろうな、多少減ったところで困りはしないんだけど、まあ、困るっちゃ困るか、まあ、ゴールド免許にならね、ゴールド免許にならないので、ちょっと保険料が高くなったり安くなったり、そういうちょっと困ることもあるんですけど、まあ、罰金がねバカにならないですよね。なので、まあ、スピード違反だけではなくね、ルール、あと交通マナーもね、できたら、まあ、できたとか守って安全運転で行った方がいいんじゃないかなと、なんかね偉そうにちょっと言ってみます。若い時はね、本当なんかダメな運転してたね、今思うとね。でも本当ね、なんかね、年のせいなのかな、やっぱ年のせいなのかな、わかんないけどね。制限速度で走るの悪くないですよ、うん、なんか今ね若い人、スピード出す人も今いるかもしれませんが、やっぱり危ないし、何より危ない、やっぱ危ないですよ、スピード違反してると。こんなね、夜間だからまだ若干ね、その車も少ないし、
対処が遅れたりしてね、大きな事故につながりますからね。スピードさえ出してなければまあうっかりとか、まあ、ちょっと油断うっかりも一緒か、まあ事故を多少ね事故を起こしたところでですね、まあ大きな事故につながることはあまりないと思うんですよ。なのでやっぱりスピードが一番ね、出しすぎないように運転するのが、まあ、僕は今本当に今思います、ね、いいと思います、まあね、若い時の自分に言い聞かせてやりたいなと思うんですけど、まあ、でも誰もが通る道なのかな。車好きの人は特にね、車好きの人は特にそう思うかもしれませんが、まあ、僕もね車好きはやめたわけではないというか、車いまだに好きですけど、なんかねスポーツカーに乗るのも、まあ、コペンがありますけども、スポーツカーに乗るのも別にそのなんだろうな、ハイパワーで、もっとスピードが出る車に乗りたいっていう欲望も、オイルとはこういうことかもしれません、はい、でもね逆に楽しめますよ。車の運転も別に今も好きですし、そのスピードを出さないことによって運転に余裕が持てます。なのでその逆になんかこうね楽しめるというのかな、いろんな目に入ってくる景色も変わってくるし、何よりもその先を急ぐという感覚がないだけで気持ちに余裕ができるので、いろんな意味で、ね、楽しむことができます。別の意味で、ね、そのスピードを楽しむというのはまたちょっと違う楽しみ方にはなるんだと思うんだけども、まあスピード違反しないでも車運転楽しいです。はい、今ここが林島になるかな、林島昔ね、ここ今通り過ぎた横左側に平食という平田食堂というねサービスエリアというか、ね、ドライブインがあったんですけど、昔ね板車の聖地、板車って分かりますかね、アニメとかゲームのキャラとかをこうラッピングしたような車のことを板車っていう、イタリアの車ではなくて痛い、漢字で痛い車って書いて板車っていうんですけど、なんかね、そこが板車の聖地と言われてた時があってよく集まってましたね、みんながね。何年か前にねもう亡くなったんですよ、閉店してもうなんか資材置き場みたいになっちゃったんですけど、今どこ行ったんだろうね。昔板車ね、岡山って結構板車走たまに、ね、街走ってても見かけるぐらい、板車がね割とメジャーな地域だと思うんですけども、今はみんなどこに集まってるのかな。昔は本当に今通り過ぎた平田食堂、まあ、略称平食とかで、集まってたんですけど、今どこで集まってるのかね。まあダラダラとやっておりますが、まあ、夜の深夜のねバイパスなので、まあ、お店もほぼ開いてませんかね。まあマックも閉まってますね。ここのマック24時間じゃないんですね。昔24時間だった気がするんですけど、今は24時間じゃないのかな。ラーメン屋の看板がついてますが、ラーメン屋は看板がついてるだけでやってないんで、さすがに閉まってるよね。はい、閉まってます。ガソリンスタンドはさすがに、24時間営業でやってるお店が多いです。レクサスに抜かれていきました。バイパスね、深夜なので皆さんスピードをガンガン飛ばしていきますよ。制限速度で走ってるとね抜かれていきます。まあ抜かれていきますけども、まあ特にこうしかも3車線あるような広い道なので、抜きたければ抜いてってくださいって感じですよね。バイパスはもうどんどんね抜いてってもらえればいいと思います。無理にね競うこともないし合わせることもない。よくね車の流れを無視して制限速度で走ると、流れを無視して邪魔だみたいなことを言う人がいるんですけれども、流れをそっちに合わすのは多分間違いなんですよ。制限速度で流れを作るべきだと個人的には思います。まあ
ガンガン80、90とか出してたから自分も出してましたって言っても、スピード違反で捕まった時はそんな言い訳にもなりませんからね。ちゃっかり罰金取られますから。で、60キロ制限のところをね、80、90とかで出すと結構痛い罰金きますし、多分25キロ以上のオーバーになると、簡易裁判所というか呼び出しを食らうので、確か25キロオーバーだよね、確か違ったかな、確か25キロオーバーからだったと思う、違ったかな、30キロだったかな、ちょっとそれがちょっとあやふやですけど、罰金払うのもそうだし、結構痛い罰金ですよ。6万とか8万とかの罰金になると思います、25キロ30キロオーバーになると。で、それプラス、まあ、ちょっと会員さん、まあ、裁判所みたいなところに呼ばれて、間違いなくやりましたねみたいなこと言われて、で点数も6点とか一気にガンと引かれてしまうので、まあ、一発免停だよね。場合によってはなんか結構痛い免停になると思います。で下手すると他にね点数、いろんなところで取られてると結構痛いことになりますので、まあ、スピード出していいことはないわ、やっぱり。車にもなんか、まあ、スポーツカーは別だけど、あんまりねこういう大衆車っていうのかな、アルトみたいな車でスピード出したところでいいこと全くないからね、まあ、そんな感じですかね、はい、というわけでもうここはもうすでに倉敷市内に入ってます、ということでもうちょっと行くと、あれかな、バイパス降りるところまでかな、もうちょっとか、まだ先だな、バイパス降りたぐらいで、動画は、まあ、撮るのをやめようと思います。というわけで、まあ、ない、なんか取り留めのないことをただただ単にダラダラと喋ってますが、まあ、最初の話に戻ると、今日は、久しぶりになんかこう、まあ、師匠というか僕の仕事のきっかけをいただけた方の、ね、一緒に、まあ、お話をして、まあ、本当話するだけ、もちろんアルコール飲んでませんよ、本当にね、ファミレスで、ドリンクバー、僕ドリンクバーで本当なんか喋ってただけ、それで十分楽しい、なんか別になんかね、なんか話してて楽しい時間を、まあ話さなくてもいいのもいいんだけど、なんだろうな、楽しい時間ってお金かからないってことは、まあ、改めて感じるね本当にだってドリンクバーだけだったから数百円でね、数百円で、まあ、何時間いたかな、3時間半ぐらいだろうな、3時間半ぐらい本当もうずっと喋っててお話ししてて、まあ、これからのこととかも話をしたり、いろんなね、もちろん仕事の話、まあ、僕のね仕事の話ってガレージキットとかフィギュアとかプラモとかそういう話になるので、もうそれ自体が楽しいもんね、好きなことの話だから、まあ、好きなことを仕事をしてるとね、なんていうかな、自分の趣味とか好きだったことを仕事にすると、もちろん苦労とか苦悩というか、苦悩というほどのこともないけど、まあ、ちょっとなんかね辛い買ったりすることもあったりするのかもしれませんが、基本的にはでもね、好きなことを仕事にするっていうのは悪くないですね。稼ぎはね別ですけどね、本当一番理想を言えば好きなことを仕事にして、収入もそこそこ稼げて、でちゃんと休みも取れてっていうのが理想かもしれませんが、僕の場合は好きなことを仕事にできたというだけですね。本当ね、休みの日もありませんし、収入もまあそこまでというか、もう全然高くないので、まあ、苦労はしてるんですけれども、お金のメインでは苦労してるんですけど、でもまあストレスという意味ではね、徹夜をしてもね、徹夜をして作業してても、そういう意味では苦悩がないというか、苦労はない、人付き合いもね、本当好きな人だけ、人好きな人とだけ、今日会った方もそうですけれども、でもお付き合いしてて楽しい人たちだけとお付き合いできるので、まあ、それが一番のもしかしたら
幸せなのかもしれないな、僕にとってはね。他のね、あの幸せの形っていうのはいろんな人それぞれあると思うんですけども、僕にとってはこう今のこの環境がすごく合ってた気がします。はい、まあなんかね、なんか言うてね、偉そうなこと言ってても、あの収入自体はなんか高校生の、まあ、高校生のというとちょっと言い過ぎかな、まあ高卒初任給くらいぐらいしかね稼いでませんからねそんなんでいいのかお前って感じですけど、まあでも長くね続けられるような気がするんで、それはそれでいいのかな。というわけで、バイパス降りたのでそろそろ、動画を撮ろうと思いますが、こんな感じでダラダラと深夜のドライブ放送じゃねえ、ドライブ動画を撮ってみました。もしなんか、まあ、なんだろうな、なんかコメント欄で、僕はこういう、自分はこういうのが幸せだと思うみたいな、ね、ちょっとそういう意見でもいいし、なんかそのスピードね、車の運転に対してもいいし、なんかね、あればぜひコメント欄書いてください。あとよかったらね、ぜひいいねボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次回こんな別の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。いやー、もうすぐ家に着きます。